どうも、初参加のじゅんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんご存知かと思いますけども、じゅんさんなんですけども、 SWBC ジャパンの投手をやっております。並びに上達屋のコーチもやっておられまして、ものすごい知識に長けた方です。この度クーニンズに入団してもらったわけですけども、はい、大学生とか多いのでチームをビシッと締める意味でも、はい、あとは投手力を上げていただく意味でも、はい、期待しておりますので、よろしくお願いします。足引っ張らないように、はい、よろしくお願いします。指かかってない感じあったんですけど、うん、軽く、ね、投げてもすごいかかるようになって、うん、何を書いたの？腕の上げ方と振り抜き方だけです。え、今まではどうだったの？今までは後ろを大きくして前リリースの瞬間にグッて止めてたんですよ、うん、その時に肩の後ろを痛めやすい投げ方だったんですけど、うん、今は後ろ小さくで、肘から出して前をちゃんとここまで止めずに振り切る。おう、それで体に無理な力かからず投げれるから。なるほど。達也は何か変わった？いや、僕もすごい指がかかりやすくなりました。ああ、前で達也も甲子上がりだもんね、打った、はい、軟式は初めてなんで。ね、5年ぶりで、ね、玉握って急に軟式やもんね、はい、何を書いたの？何を教えてもらったの？いや、前でもう一個相手の左側に投げるつもりでリリースのタイミングをちょっと持つようにして。ああ、ずっと球が上ずってたのを、はい、強制法としてそういうことを聞いたってことね。はい、そうです。なるほど。指にすごいかかる。
引っかかるんだ。豆がもう。あ、じゃあいい感じってことね。はい。宮川投手コーチ。はい。今回は何を教えられたんですか。今日はですね。はい、個別にいろいろと。そうです。どうなりたいか聞いて。はい。こうしたらああしたいっていうのがあって、自分の悩みを聞いて。はい、それを少しでも。そこから入ったんですね。はい。ちなみに皆さん何て言ったんですか。制球力を上げたいとか。はい。肩肘が痛くすぐ痛くなるんで、はい、痛くならない投げ方を学びたいっていう話だったんですけど、はい、うん、いざ見てみると大体みんな似てるなっていう感覚を受けたので、うん、この2人は今制球力アップ、確かに、はい、コモに関しては今日6、4、9ぐらいしたからでもこれを意識するだけで全然違う。本当、はい、コモは何を意識してるの。あ、トップの位置を足がついたとき遅かったんで、はい、早く持ってくる、うん、おー、ナイスボー。そこしか行かないでしょ、はい、だからできんの。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ。きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。